ジェシー・ストーンズが演じるのは、東大法学部卒の若手弁護士、杉浦義弘首里が主演を務めジェシー・ストーンズが出演する新、月10ドラマ、モンスター、関テレ・フジテレビ系が10月14日より放送スタート。このたび第1話の新写真とあらすじが解禁された。本作は、常識にとらわれず、感情を排除。 して相手と向き合う得体の知れないモンスター弁護士、神奈涼子、神奈涼子が、時に法が追いついていない令和ならではの様々な問題と向き合い、まるでゲームのように法廷闘争に立ち向かう、異色のリーガルエンターテインメント。第1話は10月14日22時から放送される。第1話、らすじ奈美涼子、趣里、は突然、大草稽子、優、が所長を務める。 恵子法律事務所に現れ弁護士をやってみることにしたと言い出す。装いに弁護士らしさもなく、素性もわからない、ただただ弁護士バッジを見せつけてくる良子に東大法学部卒の若手弁護士、杉浦義弘、ジェシーは戸惑いを隠せない中、大草は良子が来ることを知っていたようであっさりと受け入れてしまう。 さらに、良子は杉浦が断るつもりであった自殺教唆の罪で起訴された塩屋良の弁護に立候補。彼は交際相手の河野際に自殺未遂の過去があることを知りながら、死ねとメッセージを送ったという。しかも彼女はカウンセラーの梅本雅美のとに通うほど日常的に精神を病んでいた。自殺教唆は前例が少ない事件とあって、杉浦は新人には無理だと進言するが、 反対に多くさから命じられ、良子をサポートすることに。接見した塩屋は、憔悴しきった様子で自殺した際への謝罪を口にし、決して彼女の死を願ったわけではなく、むしろ自分が死にたいと思っていたと話す。実際、死の直前の二人のやりとりは、塩屋の、消えたい、というメッセージから始まっていた。良子はさえの上司である上岡やさえの実家に話を聞きに行くが、 当然彼らが被告の弁護人である良子の言葉に耳を傾けるはずもなく、八方塞がりになった良子は思いもよらぬ行動に出る。